こんにちは、新州読書会の宮沢です。今日も明治維新を学ぶの音声の続きを取っていきたいと思います。メルマガ登録を募集していますので、下の概要欄からですね、リンクが貼ってありますので、そちらから登録していただければと思います。メルマガ会員限定音声など、配ってます。あとですね、グッドボタン、チャンネル登録、ご協力ください。じゃあ今日続きを読んでいきます。日米和親条約調印去る。一旦江戸湾を退去したペリーは、琉球に赴き、琉球政府に強要して貯炭所の建造、産物取引所の設置等を認めさせ、さらに南シナ海方面を有力し、1854年1月には再び琉球に戻った。これより先、ペリーは、もし日本がアメリカの要求を拒絶した場合を考えて、その報復手段として琉球島占領を計画し、本国政府からその承認を得ていた。ところが、本国で政変があり、共和党政府が民主党政府に変わった。民主党の大統領ピアス以下の首脳部は、共和党の積極政策を取らず、ペリーの行動の行き過ぎを警戒し、その行動を抑えようとする方針を取った。ペリーは依然として最初の方針に基づいて行動しようとした。したがって1854年春に日本へ再渡航すると公文で声明したのにもかかわらず、時期を早めて同年2月上旬の厳冬、厳しい冬、極東海面の艦隊行動には最も不利な時期であったが、日本再遠征を決意したのだった。ペリーはまた、イギリス、フランス、ロシアなどの極東にある艦隊や外交官が、ややもするとアメリカの艦隊の行動に干渉するような傾向を取ったので、一日も早く対日交渉を推し進めることが有利であると判断した。ってことです。またペリーが戻ってきたんですね。なんですけど、戻ってくる途中に共和党から民主党に変わっちゃったんですね。そしたらペリーの行動の行き過ぎが警戒されちゃったと。まあ、マッカーサーみたいなもんですね。マッカーサーもなんか、朝鮮戦争でやりすぎて本国に帰ってっちゃったっていうのはありましたけど。だけど、本国から積極政策を取らないよと、政権が変わったんでって言われたのにもかかわらず、ペリーは、最初の方針に従って、かたくなにですね、また再び日本に、来ることになった。で、春来るって言ったのに2ヶ月早めに来ちゃったってことですね。続きです。安政元年正月11日1854年2月8日、7隻からなるアメリカ艦隊は伊豆沖に出現し、ついでに江戸湾口に向かい、正月16日に浦賀沖を通過して金沢標地に集結した。浦賀奉行は艦隊の浦賀沖停泊を交渉したが、ペリー艦隊はさらに湾内に進み、羽田沖まで進んで江戸市街を遠望した。慌てた幕府は神奈川駅の外れ横浜において交渉を行うことに譲歩した。幕府は重役林大学頭明、町奉行井戸里弘、目付宇戸の長利らを委員とし、ペリーとの交渉に当たらしめた。幕府としては、ブラカシ策と言われるぬらりくらりと格闘を与えない行動をとって、ペリー艦隊を退去させようと考えた。そこで将軍の代替わりなどを理由に返答を伸ばそうとした。しかし、そんな手に乗るようなペリーではなかった。安政元年2月の10日、第1回の横浜交渉が行われ、次いで数回の正式交渉の後、ついに安政元年3月3日、1854年3月31日、日米和親条約12か条が調印されたということです。アメリカ艦隊が江戸湾にまで入ってきちゃったんですね。もう結構強硬に入ってきたと。で、一応横浜で交渉することになったと。で、ブラカシ策と言われるぬらりくらりと答えを与えない行動で退去させようとしたと。これは今も日本の外交官が得意、外交官というか、
通商関係、なんかね、貿易、なんか貿易協定とか結ぶ際、なんか相手の要求をとにかく、いや、よくわかりませんって言いながら交わすと。よく、日本のお家芸ですね、これ、ぶらかしたき、ちょっと担当者が不在なんでわかりませんとか。まあ、とにかく時間稼ぎするってやつですね。たらい回しってやつですね。それで引き取ってもらおうと思ったけど、まあ、そんな手に乗るペリーではなく、ついに1854年日米和親条約が結ばれるということになります。続きです。その主な内容は、下田函館2港を開港し、浸水食料等を供給すること、浸水で薪と水と食料ですね、を供給すること、両港における留保区域を設定すること、アメリカ船の必要品の購入許可、外交官の下田駐在許可、最恵国約款の承認等である。ペリーはその日本遠征期において、この成功を次のように自負している。我々は当時の事情のもとにおいて合理的に期待し得た全てのものを、しかも実際に十二分のものを達成し得たのだと、謹んで指示するものである。日本は西洋諸国家のために開国された。また今後、日本の偏見が次第に消失するに従って、我が国自身の利益のためのみならず、ヨーロッパの開国全部の利益のため、日本の進歩のため、我が人類共通の人道の向上発展のため、よりますます自由な通商条約の協調を見るだろうと待望せようものと思う。今日、注意深く親切に対応するならば、やがて希望しゅうべき限りの自由な通商条約を結ぶことになるだろう。ということです。まあ、ペリーからすれば、これは人類の共通の人道的向上発展のためだっていうんですね。アメリカ人は必ず人類の共通の発展とか、まあ、本当に思ってるかどうかは別として、人類愛のためにとか、なんか人類の進歩のためにとか、まあそういう正義感を掲げるわけですね。そうやって言われちゃうと困るんですね。ということですね。続きです。この条約はまだ自由な貿易を規定する通商条約ではなかった。しかし、ペリーはこれでひとまず満足した。当初の目標は一応達成された。もしこの上に通商条約を押し付けるとならば、相当な抵抗が予想される。それをあえてして元も子もなくすより、通商条約は近い将来必ず締結されるであろうと判断したのである。これが好判断であったと言える。こうして幕府が祖法として長く堅持していた鎖国政策がついに打ち破られた。戦争こそ起こらなかったが、これは強力な遠征艦隊の武力を背景にした、アメリカの押し付け条約だった。まあ、日米和親条約ってのは通商条約じゃないですね、まだ。だけど、まあ、下田と函館の2港を開港すると、まあ、今まで長崎だけ、出島だけでやってたのを2つ開港させられたと。で、外交官を下田に駐在させると。で、最恵国約款の承認。まあ、アメリカ、まあ、他のところともっといい条件で条約結びはアメリカにも自動的に適用されるってことですね。こういう状況、条約を結ばされたと。日米和親条約ってことで。済まされたということですね。まあ、ガンホーとディプロマシーっていう、願望とディプロマシー、砲丸外交ってやつですね。武力を背景として開国させられちゃったってことですね、これね。続きです。この条約締結交渉の間に、悲願の間に互いに贈り物の授受が行われた。またこの間、さまざまなエピソードが残されている。アメリカ側の贈り物である電信機や電車の汽車の模型などは非常に日本側の興味を引いたものであった。模型の汽車は実物3分の2台で、子供は乗れるが大人は乗れない大きさであったが、円形の鉄路の上を運転したところ、幕府の役人が客車の屋根に乗り、面白さと怖さに屋根にしがみついているありさまは大変滑稽だとアメリカ側は記録しており、日本側も誠に不思議な機会で、その工夫には全く驚くと、記している。 記者のミニチュアの記者がのなんかレール引いて乗るやつですね。あれに、いいお侍さんが乗って喜んでたって、滑稽だと、冷めた目で見る観察されてたとですね。
続きです。日本側はお相撲さんを動員して日本もこれだけ体格が良いのだと誇示しようとした。その様子を日本遠征機は詳細に記しているが、その一部を収録しよう。これらの者たちは大陸の余興を見せるために、諸大名たちは海岸の船積みに便利な場所に米俵を動かさせた。俵1俵は152ポンド、57キロ、肉だらの重さだったが、一時に2俵を運ばなかった力士はわずか2人だけだった。彼らは俵を右肩に担ったが、初めの1俵は地面から持ち上げて手伝いもなしに肩に乗せ、2番目の俵を持ち上げるには手伝ってもらった。ある者は1俵を歯でぶら下げて運び、他の者は1俵を腕に抱え、それを持ったまま何度もとんぼ返りを打った。そのやすやすたることは、重い肉塊が一見あたかもクモの巣のようであり、荷物は羽毛のようであった。ペリーは条約締結後、艦隊を率いて下田に赴き、ついでに函館を視察し下田に帰った。その際、下田函館両港開放についての材目を規定した下田追加条約13か条が締結された。ついでペリー艦隊は琉球に向かって去った。艦隊が下田に入港した時のこと、一つの事件が起こった。日本遠征記はその模様を次のように記している。午前2時ごろ、4月25日、陰暦3月28日、汽船ミシシッピ号上の夜間当直の士官は、舷側についたボートからの声に驚かされた。そして舷門に入ってみると、すでに舷側のはしごを登った2人の日本人を発見した。話をかけると、乗船を許されたいという希望を表す手招きをした。彼らはここに泊めておいてもらいたいと非常に熱望しているらしく、乗ってきた小舟がどうなるかも構わず、それを投げ捨てるつもりだとの意思を表し、海岸に帰らないという決心をはっきり示した。彼らが立派な地位の日本紳士になることは明らかだが、その衣服は旅にやつれたような風が見えた。彼らは教養のある人たちで、シナカン語、ザ・マンダリン・チャイニーズを流暢に形美しく書き、その態度も丁寧で極めて洗練されていた。二人は提督の政府の許可を得ようとの返答を聞いて大いに困惑し、もし陸に帰れば斬首されると断言し、このまま置いてくれと熱心に懇願した。この二人の日本人は誰であろう。長州藩の吉田松陰と金子重介であった。吉田松陰については後に詳しく述べるが、彼はあえて国禁を課して外国に密航し、海外の事情を自らの目で見、それによって対外策を立てようと考えたのであった。この2人はその後に、この2人のその後について、ペリーは非常な関心を示しており、彼らが捕らえられて下田の獄に投ぜられている状態なども日本遠征記には詳細に記されているということです。まあ、吉田松陰が夜中ですね、ペリーの黒船に上がってきたんですね。で、密航しようとしたんですね。日本の将来のために。で、捕まっちゃったということなんですね。すごい行動力があったと。いうことですね。まあ、吉田松陰の話は、この後に、細かく、出てくるんで、後に回しますけども、まあ、とても行動力があったってことですね。まあ、すごいですね、こういうことできるってのは。続きです。条約締結を迫る列国。ひとたびアメリカと和親条約を結んだ以上は、幕府は他の国々の条約締結要求を拒絶するわけにいかなくなった。すでにロシア使節プチャーチンは長崎に来て条約締結を要求している。嘉永6年1853年末から日露間の交渉が開始され、ロシア側から条約草案が提出された。だが交渉は進捗せず、翌安政元年正月8日、ロシア艦隊は一時長崎を退去した。この艦隊の旗艦パルラダ号は、には司令官プチャーチンの秘書で有名な小説家ゴンチャロフ、オブローモフの作者が乗っていた。ゴンチャロフはこの日本紀行を「ブレガード・パルラダ」と題して出版している。その中で江戸から派遣された日本側委員の川路聖謨について、私たちは皆川路を好いていた。意味は違うけれども、土政範老人以上に出なくとも少なくとも同等に好いていた。彼は非常に賢明であった。すべてのことは彼の優秀な理智と聡明と鋭敏と経験とを表すものであった。理智というものはどこでも同じである。
民族、服装、言語、宗教、人生観は異なっていても、賢明な人には共通の表彰がある。バカの共通点があるのと同様である。と、その人となりを称賛しているのが面白いということです。まあ、川路俊明のことをすごい褒めてるんですね。まあ、力のある老中だと。で、人間的に素敵な人だって言って、ゴンチャロフが褒めてたということですね。川路俊明っていう人は、まあ、後でピストル自殺したんですね、これ。明治維新の。なんか、大政奉還かなんかあった後ぐらいですかね。多分ってか、自殺したんですね。まあ、すごい好かれてたってことですね。チャーチンやゴルチャゴムに。まあ、こういう人間同士の付き合いが外交交渉の上でもあったということですね。まあ、優秀だと思ってたってことですね。外国人も川路俊明はこれ優秀な人だと。頭がいい人だと。で、好きであったということです。続いて、当時クリミア半島の風雲は急を告げており、嘉永6年ロシアとトルコの間に戦争が起こり、イギリス、フランスはトルコを援助してロシアとの開戦も時間の問題となってきていた。そして翌安政元年3月にはイギリス、フランスはロシアに宣戦布告し、クリミア戦争が始まり、約2年間にわたって続いた。このためプチャーチンは優勢な英仏極東艦隊に狙われ、その英砲を避けながら行動しなければならなかった。安政元年1854年の9月には損傷したパルラダ号からディアナ艦に搭乗していたプチャーチンは大阪湾に出現し、京阪地方を騒がせ、翌月には下田に入った。ここで長崎交渉が継続され、12月下田長楽寺において日露和親条約8か条が調印された。この内容は日米和親条約とほぼ同じものであるが、第2条で日露間の国境を定め、千島方面は択捉島とウルップ島の間とし、樺太は海を分かず、これまでのしきたり通りとした。また第8条で、両国人が相手の国において法を犯した場合には、これを取り押さえ処置するに、各その本国の法度をもってすべしと規定した。これは誰が処置するかを明確にしていないが、後の領事裁判権に通ずるものである。ロシア軍艦ディアナが下田に停泊しているとき、たまたま安政元年11月4日、伊豆半島を中心に大地震が起こった。下田に大津波が押し寄せ、市街の大半は流出し、ディアナ号も大破した。このため同艦の修理を、伊豆西海岸の君際郡、現田方郡、辺田村で行うこととなったが、下田開港の途中、風波にあって沈没してしまった。遭難したロシア人は約500人、辺田村で木造船建造が始まり、スクーネル号かっこ君沢号が2隻作られた。日本の技術者もこれに参加し、西洋造船術を実地に習得する機会を得た。プチャーチンは乗組員44名とともに新艦辺田号に乗って帰国。辺田村で作ったから辺田っていう名前なんですね、これ。その他の人々も他の一艦や外国船を宿って下田を出版したが、そのうちアメリカの要船で、実はドイツの商船であるグレタ号に乗った200余命は途中イギリス軍艦に捕らえられ捕虜となっている。安政元年1854年7月15日、イギリス東インド艦隊司令官スターリングが軍艦3隻を率いて長崎に来航し、条約締結交渉を行った。スターリングは長崎奉行に対露戦線（クリミア戦争）布告書を示して、ロシア艦隊行動監視のために英仏艦船の日本港湾寄港の要求をした。結局8月になって日英約定（和親条約）が結ばれ、長崎函館の開港、最恵国約艦（ただし新オランダ2国に与えられた貿易上の利益を含まない）（等が取り決められた）。オランダが新条約締結を要望したのも当然であり、安政元年7月、商館長クルチュースは米ロ両国と同じような条約を結びたいと要求した。幕府もこれを認めないわけにはいかず、長崎奉行は口頭でこれを許可した。しかし
クルチュースは正式な条約締結を要望し、安政2年1855年7月には条約草案を提出した。これをめぐって交渉が行われ、同年9月日蘭仮和親条約29か条が、さらに同年12月に日蘭和親条約27か条が結ばれた。この条約は条文数は多いが、内容的には日米和親条約とほぼ同じであり、オランダ人の待遇改善など細かく規定している。ということです。まあ、こういった形で、どん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 ですね、和親条約を各国と結ぶことになっていったと。特に、まあ、ロシアとは共同で、船が壊れちゃったんで、共同に造船を行ったということですね。ということでした。今日はここまで。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。